にもあったらいいな。ね、確かに。今キティバスに乗ってます。すごいね、これ見て、めっちゃ可愛い。どうしていいかな。ダメダメダメ、あ、マジさ。ティアラチャンネル。はい、アリサです。はい、サラです。はい、ユナです。今から今まで今まで、今さっきまでの北九州市営バスの番組収録が終わりました。そこでじゃん、クリスマスということで、キティちゃんバスが12月25日まで走ってるらしいので、それをご紹介します。はい、イエーイ。それでは一周回ろう。はい、うわ、かわいいストライプ、ストライプ、ストライプってジュースストライプ、ジュースじゃない、ストライプで、ここがキティちゃんの山登り、登山のとこ。そう、キティちゃんかわいい、なんかさ、観光の、そうそう、かわいい旗持って、ここですよー。イエーイ。北九州市の平尾台。平尾台をキティちゃんがトレッキングしてるって言います。うん、すごい。で、下に来ると、これどこか分かりますか？これは門司港の、国際友好図書館。図書館、うん、門司港レトロにある建物。おしゃれ、ね、おしゃれ、乗ってみたいですね。これね、いいよね。レトロ行くとね、よく人力車通ってますけど、それ、そういった、まあ、キティちゃんが観光してる、北九州を観光してるっていうことです。これちょっと分かりづらいかもしれないけど、これね、やっぱり北九州の観光地なんですよ。どこか分かりますか？お屋敷。いや、いいとこ、いいとこ。小倉城。小倉城、小倉城はね、もう一つのファミリーバージョンが書いてあるんだけど。どこ？どこだろう。ここはね、黒崎の曲がりの、松並木っていうところ。長崎街道わかるかな？ああ、習うでしょ。長崎街道って言ってね、小倉から長崎まで、昔の参勤交代の時に歩いていた、街道が、黒崎も宿場町だったんで、お宿があったんですね。で、その、昔のその参勤交代の時に通ってた道が今も残ってます。すごい。八幡西区にあるね、曲がりの松並木と、黒崎宿の次が小屋の瀬宿。宿場町、その小屋の瀬の建物をここにキティちゃんが観光してる。かわいい、着物かわいい、うん、似合う、うん、石がね、かわいいです。かわいい、リボンだ、リボン、尻尾みたい、かわいい。メリークリスマスって書いてます。リボン、デカリボン、デカリボン、リボン、見て、ひょっこりはしそうな、いろんなキティちゃんが、見て、上にもタイヤにリボンがついてるみたい。上にもリボンあるよ。かわいい。で、実はね、見えないんだけど、上から見ると天井にもキティちゃんが描かれてます。そうなんですよ。すごい。今度ね、上から見る機会がなんかあったら、歩道橋の上とかだったら見れると思う。あれ、キティちゃんもそうだなって言ってから、そうそうそう。で、このリボンっていうのは、サンリオが人と人をリボンで結ぶっていう意味があるらしいんです。だからこちら側は、シェーバスに乗ってもらった人と人がつながっていったらいいよねっていう願いを込めて、こちら側の面はそういうリボンを、基調にしたデザインにしてもらって、リボンバージョンっていう名前にしました。あ、すごい意味がありました。はい、バスにも意味があるデザインにしないと。ティアラチャンネル、中入っていきます。ほら、早速雪の部分。もうクリスマスだ。クリスマスだね。雪を再現してツリ
です。あのクイズだこれ。PR キッズの子たちがそう一緒にやってくれた。あと幼稚園の幼稚園の子もね一緒に飾り付けをしたそうです。朝飾り付けしたそうです。メリークリスマス。誰が言ったんだろう。見て、デカ。あ、ちびキティちゃん。デカキティちゃんもいるぜ。デカキティちゃんもいるぜ。イエーイ。あ、洋服着てるんだ。あ、これエプロンじゃない？違う。これ。かわいい。かわいい。めっちゃネイボフもしてる。アクセスチョコも。あ、シートベルトつけとる。そうじゃん。あ、ちゃんと椅子座ってる。おお。あとね、このボタンがね、ほら、キティちゃんのシールが貼られてます。キタッピーとキティちゃんのシール。ハッピー気がする。見て、ほら、いろんなところにキティがある。見て、シールも貼ってある。本当だ。本当だ。これさ、私とめっちゃテンション上がるよね。うん。うわー、クリスマスだーみたいな。